ちょっと恐縮ですが、少しだけ今日はお時間いただきたいなと思います。ちょっと話題にも出ましたんで、ちょっとだけお話をさせていただきます。まずですね、国会議員という形でガーシー議員がというお話になってるんですけど、やはり大前提、除名が決まったわけでも何でもございません。あくまでも仮定の話です。そしてこの苦しい決断をしないといけない立花党首のお気持ちも、察するとですね、あくまでも決定した話ではなく、あくまでも党としてやはりガーシー議員の知名度も含めてですね、党のために党がどうすれば大きくなるかという判断をした時にですね、やはり浜田議員が言われてたように、やはりガーシー議員に活躍していただいて、帰ってくる帰ってこない含めてですね、除名という形ではなく、しっかりお仕事を今現在でもしてもらっていると僕は思っています。の中で党のために何ができるのかっていうのを考えた時に、やはりガーシーの影響力っていうのは非常に高いものがあるので、手放しに議員になれるから喜ぶとかっていう、そういうふうなものでは一切ありません。やはりガーシーがドバイであっても日本であっても、帰国するにしても帰国しなくても、お仕事をしっかりできる環境っていうのをですね、特にせっかくこの国会議員、この時代になってドバイでも仕事ができるんだよっていう風な形に持っていく可能性が、せっかく秘めてるにも限らず、ただ単に国会来ないから除名していいのか、本当に党首の言われてるように国会議員が国会議員を罷免するような状況っていいのかっていうのも考えないといけないですし、ガーシー議員がまだ現在やはり議員をされてる以上は、まだまだ我々がその主張をできるようなところではないかなというのがまず正直な気持ちです。そしてもしそういうふうなことがあったとしたらという過程で、党首の方もお話をされたんですけれども、あくまでもガーシーさん含めて我々比例で当選しています。衆議院議員の小選挙区で受かっているわけではありません。斉藤健一郎で受かっているわけではございません。あくまでも立花党首という監督のもと、比例代表としてNHK 党にたくさんの票を入れていただいた方、そういう方々たちの意向で党というものは存続をさせてもらってます。なのでたとえ私にそのバッジが来たとしてでもですね、別に斉藤健一郎一人を主張するつもりは一切ございません。自分自身ではピエロだとも思ってます。それは堀江貴文の声を国会に届ける、これも一つでしょう。でもそれと同じように黒川さんであったり山本さんであったり、そういった方々たちの代弁者として届ける、ただのピエロで役割だと思っています。現に浜田議員も諸派党構想の中でいろんな方々の国勢調査権を使って代弁者として活躍していただいてます。あくまでも野球と同じだと思っています。やはり立花党首中心に監督の言ったことは僕は全てだと思っています。だから斉藤君給与ゼロだよって言われたらそれでもいいです。斉藤君明日辞めなさいって言われたらそれでいいです。あくまでもそれはもう党首の方に一任している。それを任意である山本太郎さんであるとか黒川さん、そういった方々がその口から出てくるのが本当にすごい党だなと僕は思ってます。こんなに監督を中心に一つの国会議員という大きな権力を手放しに党首の言う通りにできるんだよという、この環境があるという、この NHK 党を見てほしいです。このチームで動いてるんだということ、それは別に斉藤健一郎だろうが黒川敦彦だろうが山本太郎があんまり僕は関係ないと思ってます。誰であろうがこのチームとして立花党首が公のために尽くすと決闘して、この NHK 問題実際進んでます。ここまですごい党なんです。未来があるんです。未来のためにどこまで我々がチームとして一人一人じゃなく、国会議員一人じゃなくチームとしてやっていくのか、それが僕は非常に重要だと思っています。なのでこれからも堀江貴文だけの声じゃなく、立花党首を中心としたチームとして党としての声を届ける、そして党としてチームとして動いていく、それは国会議員であろうがなかろうがという形で動いていければ、この国家国民のために今の既存の政党だけじゃなく、我々みたいな末端と言われている政党であろうとも、この国を少しでもいい方向に動かせる、そんな党であると信じてます。間違いなくこの NHK 党は立花孝志党首を中心にすごいことにこれからなってきます。
なのでこの1年2年5年10年だけのスパンじゃなく20年30年先を見て我々は動いていかなければならないかなと、喜ぶものではなくそのプレッシャーとやらなければならないという使命を抱いてやっていかなければならない、そんな気持ちを持っているのが今現在の僕の気持ちなので、ちょっと長くはなりましたがそれが僕の気持ちでした。以上です。